ガーソングライター竹内まりやがアルバムプレシャスデイズを日10月23日水曜日にリリースした。2014年に発売されたトラッド以来10年ぶり通算12枚目のオリジナルアルバムとなる。アルバムタイトルとなったプレシャスデイズはかけがえのない日々という意味。私たちが当たり前だと思って過ごしている1日1日がどれほど尊いものであるか、二度と取り戻せない貴重な日々を大切に味わいながら生きていきたいという竹内の切なる思いが込められている。そしてアルバム「プレシャス・デイズ」の発売に伴い収録曲「デイズ・オブ・ラブ」のミュージックビデオが公開となった。このミュージックビデオにはスケーターの浅田真央が出演。撮影は今年6月、ガーデンアイランドとも呼ばれるハワイ・カウアイ島の豊かな緑と海、グランドハイアット・カウアイリゾート&スパのラグジュアリーな空間をバックに行われた。浅田真央の笑顔と雄大なハワイの景色に優しいメロディーが寄り添うロマンティックなミュージックビデオが完成した。Days of Love は心安らぐメロディーが心地よい竹内まりやらしいミドルテンポのラブソング。山下達郎が作曲を行い、竹内まりやが作詞、歌唱を担当。この形での楽曲は1981年に発表されたアルバム「ポートレート」に収録の「ウェイトレス」まで遡り、山下達郎作曲、竹内まりや作詞、歌唱での楽曲は43年ぶりとなる。浅田真央のミュージックビデオ出演は、同曲がシングメーカーである株式会社エアウィーヴの CM ソングであり、浅田真央がその CM に出演し、株式会社エアウィーヴの協力のもと実現したが、竹内まりやは2014年ソチ五輪での浅田真央の演技からインスパイアされ、彼女をモチーフにした静かなレジェンドという楽曲を書いたことがあり、二人の遠からぬ縁を感じさせるミュージックビデオの誕生となった。なお、Days of Love に関して、浅田真央は、山下達郎さんの素敵なメロディーに心と体が癒され、竹内まりやさんの自分を包んでくれるような、優しい歌声で安らかな気持ちになりました。とコメントしている。浅田真央さらに、竹内まりやは、来年4月から、全国アリーナツアー、大和証券グループプレゼンツ、スーベニア2025マリア竹内ライブサポーテッドバイ、エアウィーヴを開催する。ツアーは来年4月15日火曜日のポートメッセ名古屋第一展示館を皮切りに6月25日、水曜日の K アリーナ、横浜まで全国8都市14公演開催。竹内まりやが前回ツアーを行ったのは2014年。デビュー35周年を記念して行われた全国ツアースーベニア2014以来11年ぶりのツアー開催となる。2014年のツアーは東京、大阪、札幌、仙台、広島、福岡の全国6都市にて9公演が開催されたが、今回は名古屋、横浜の2都市が加わり、全国8都市14公演、前回よりもパワーアップした形での開催となっている。日発売のオリジナルアルバム、プレシャス・デイズの初回プレス分には、このアリーナツアーの先行発売に申し込みが可能となるマジックカードが封入される。このマジックカードでは、アリーナツアーの先行発売以外に B 賞として特製マリアちゃんアクリルジオラマを選択することも可能とのこと。